し、皆さんこんにちは、オイラミカです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしかったら皆さん手拍子一緒に楽しんでください。改めまして、オイラン美香と申します。実は今日はですね、この後に、ステージがある、ザ・トライブさんとザ・ギートルズさんの、ドラマーとして今日ね、やらせていただくんですけども、少しね枠があるよということで急遽オイラン美香も入れさせていただきました。で、初めましての方も今日は多いので、少しね自己紹介させていただきたいんですけども、あ、シブンジティさん、ちょっと配ってもらっていいですかね。ちょっとこれすいません、後ろでこう回してもらって、本当であればオイラン美香ポスターをいつも持って歩くんですけども、今日ちょっと持ってこなかったので、いつもねこんな感じで、ステージに立たせてもらってますっていう名刺になります。よかったらね受け取ってください。はい、で、私はオイランモデル、オイランパフォーマー、オイラン研究家、オイランヘアメイクアーティストとして、ここ岐阜羽島、ね、このジエンさんは私のホームでですね、いつも練習をさせていただいている大切な場所なんですけども、ここをスタートにして、全国、そして夢はフランスにつながったところでございます。戦争とかね、コロナが落ち着いたら、ね、行きたいステージですね。はい、で、昭和の懐かしい曲をいつも、この本格的なオイランの格好で歌ったり踊ったりパフォーマンスをさせていただいています。はい、
で今日はね、普通のちょっと格好でドラムのこともあったんでね参加させてもらいますが、またよかったら本格的なおいらのステージもどこかでご覧いただけると嬉しいなと思っています。はい、そして次2曲目に歌う曲は、ここ慈園でね初披露となります。ちょっとね沖縄の人を呼んだもんだから沖縄の人をちょっとね呼びたいと思います。それでは沖縄ネーム元若さんどうぞ。イエーイ。はい、はっちゃんじゃないんだよね、元若さんなんだよね。なんでかちょっと皆さんに少し自己紹介よかったら。ね、本当に沖縄の人なのかな。あ、本当は沖縄の人じゃないんだ沖縄顔してるけど、ちょっと前から。あ、お母ちゃんの親戚が沖縄ね。珍しい名字が、お母ちゃんの名字が元若っていうすごく珍しい名字で、みんなね30世帯ぐらいしかないんですけど全員近いところでみんな血がつながってるんですよね。で、多分元若って名前でやってれば沖縄の人とか、まあ、石垣が本屋なんですけどそこの人たちとかあと知ってる人多分気づいてもらえるんじゃないかなと思って、でせっかくあるおじいのね片身の三振、これ沖縄あるあるなんですけど、せっかくあるから、まあ、やってみようかなと思ってね。そうなんです。はい、今から歌う曲はですね、なだそうそうという曲でね、ちょうど沖縄の曲なんですよね。でそれを歌ってるのをこう聞いてくれてた元若さんが、ね、三線弾けるよということで、あ、じゃあぜひコラボしてやっていただきたいなと思い、ちょうど練習を始めてたところだったんですよ。で今日、ね、せっかくのステージがやってきましたので、ここ慈園で初披露を、ね、させていただきたいなと思っています。で今元若さんがおっしゃられてましたけども、ね、家族を思い大切に、ね、されているとおっしゃっておりました。でこの曲もね、大切なご先祖様を思った曲だと私は思っています。今私たちがこうやって元気に幸せに、ね、生かさせていただいているのも過去の、ね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、そのまたねご先祖様たちがつないでくれた命の先端にも私たちがいるからで、ね、こう楽しいことをさせていただけるこの今の時間に感謝しながら、そして、懐かしいあの人あの頃を思い出しながら、コラボして歌わせていただきたいと思います。はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、では聞いてください。なだそうそう。
そしてギター亮。今日はお二人に、ね、支えていただいてボーカルさせていただいてます。おいらみかです。ありがとうございます。していただいたり、今日ね一日大活躍をされるんですけども、あの見た目はね結構あのごっついんですけどね、あのステージに上がると実はすごく静かで、でね今日はね、まあ、りょうちゃんちょっと喋ってもらおうかなと思いまして、イエーイでね、なんかね今日はねテーマがあるんですよね、思い出の昭和歌シリーズ大自然の状況情景を歌うコレクションということで、ちょっとね MC していただこうかなと思って、はい、では皆さんにじゃあご挨拶を、あ、入ってない、ね、あ、入ってません、あ、入りました入りました、皆さんこんにちはおさむらりょうじと申します今日ねちょっとねいろいろねちょっと出番が多いもんでね、ちょっと緊張してるんですけど、このおいらみかが一番緊張してるんです。なぜかっていうと失敗したら怒られるんですこの人に怒られるんですあとは気軽にやりますんでよろしくお願いしますはい、ありがとうございました早いな、撤収が早いなえ、そうなんです、あの怒ったりしないんですよ私、ちょっとこうなんか見るだけでちょっと見るだけでね、女子が強いんですか、あ、そうなんですね、あ、そこもそうなんだそこもそうなんだそんなことないよね、あ、はい、うん、そんなことないって渋谷さんね、はい、はい、ありがとうございますね、そうそうそうと思ってね、りょうちゃんがね、そうでは、おいらみか最後の、曲に、ね、なりました、ありがとうございます、未来予想図2です、はい、まあ、この中にもね、私たちの思うように未来が変わっていくんだよという歌詞があります。どうぞ皆さん、あの素敵な、ね、未来を描いて聴いていただけたらいいなと思います。
した家までの道、今はルーフからの星を見ながら走ってる。私を
ラーラー